まあいろいろありましたけどね、やっとオープンすることができましてよ。このお花はさ、デブ猫デカさんからの贈り物だよ。まあ今年中にオープンできたことが良かったかな。まあ彼から言えることはさ、たった一つだけ、諦めないってことだけなんだよ。そしたらなんでかわからないけど、なんか変わるんだよな。お客さん、今日は一つね。はい、ありがとう。はい、確かに受け取りました。じゃあお客さん、そこ段差あるから気をつけてね。またね、お客さん。いや、人それぞれいろんな悩みがあるんだな。まあそういうの知れるのがこのお店の面白いところかな。よし、今日はこの辺で店じまいにしよう。